こんにちは、即家塾の久保です。まあ、会社員をしているとね、上司の言うことを聞かなければならないってところがあって、あたかもね、上司の言うことに逆らって自分なりの画を通すことがかっこいいみたいな風潮もあったりなかったりするわけですけども、果たしてね、上司の言うことってのは何なんでしょうかね上司の言うことってのは単なるストレス解消や嫌がらせなんでしょうかそうとしか思えないとしたら、あなたは会社員には向いてないんじゃないかなと思います。そもそも、会社の含む規定を守る。 上司の言うことに従う。そういう約束で会社に入ってるはずなんですよ。でも、いざ入ってみると、自分の気に入らないことはやらないとかね。人の会社に入ってるわけですよ。人の法人という所有物に入っておきながら、そこで我を通すっていうのは、果たしてどうなんでしょうかと思いますね。自分で会社をやってみることを想像した時にね、自分の指示したことを守らない部下を頼もしいと思いますかってことなんですよ。基本的には、基本的にはですよ。自分の言うことをちゃんと守ってくれて、 早くく結結果に結びつけてくれるそういった部下や後輩ってのを人は大切にするんじゃないかなと思いますそうじゃない人ってのは残念ながら組織の行動を遅滞させてまあ利的行為にも類することになると思うんですようんまあでもね上司や先輩といえども社長といえども間違うことはあります間違ったらどうなるかっていうと間違った責任をその人たちは取ります 社長だったら間違った行動をすれば会社の売上限とか信用基礎になってお金が入らなくなってそして潰れていくわけですよだから毎日ように自分の判断が正しかったのか自分の代わりに責任を取ってくれる人をね探すぐらいの気持ちでやってますよねでも一社員ってのは最終的な責任を取らないわけですよ結局どんなミスをしても給料は入るし自分の地位は守られるわけですよねなのに上司や会社の言うことを聞かないってことを 言う,う,、ね、うことを聞かずに自分なりの判断で売り上げを上げてお客さんが増やせるんだったらそもそも会社に入る必要なかったわけなんですよ。自分一人でやればいい話なんでですよねでもなぜか人のリスクコントロールっていうんですけども最終的な責任は誰か他の人が取るってところになると人は身勝手になるわけですよ。ね、で好き勝手やった結果もしくはやらなかった結果何かことが起きたらね最終的な責任は会社の誰かが取ってるわけですよね。 でそういうことを考えた時にやっぱり人の会社に入れていただくっていうのはお願いしてこちらから言ってるわけですから、うん、だから上司に逆らうのがかっこいいことではないと思いますしましてや、ね、上司の判断をするっていうのは立場でもないですねいつか自分がやったことや決断に対してそれ相応の重大なねダメージつまり責任を取れる立場になった時には自己判断っていうのがまあ効くんじゃないかなと思いますけども そうでない限りは、やっぱり指示通りにやって、まずはその会社の中で言うことを聞いてくれる風通しのいい人間になること、使いやすい人間になることが一じゃないかなと思いますね。そうなったときに自分の立場が引き上げられて、一定の裁量が与えられることになりますんで、その時には全体の方針にそぐわなくても、独自の方法を取っていくっていうことをね、することができるんじゃないかなと思います。もちろん その方法をとってダメだった時はその地位を追われるっていうリスク付きですよですんでねあの平社員とかまだ立場のない人が何か勝手なことをやって給料を減らされるわけでもないし昇進が見送られるわけでも降格をされるわけでもないっていうふうなリスクのないところからいろいろと不満を言うのはまたこれは違ったことじゃないかなと思いますよねまあ何せ繰り返しますけども頼んでその会社に入れてもらってるわけですからね やっぱり言うことを聞きます素直に働きます頑張りますっていう風に入ってるのに入った途自分の地位が確立した途端ね傍若無事になっていくとかそれこそ全部の要求に従う必要はないんですけどもでも基本的には、うん、指示通りにやってその結果を早く見せてあげることですよね上司や会社の言うことが間違っているんだとしたら間違っていると思えば思うほどその方法を すぐにやってみて結果を出してきてほらやってみた結果こうでしたよっていうふうに見してあげることが何よりもの動機づけになると思いますね、うん、まあ少なくとも物を言うんだったら予算はクリアノルマクリアは絶対ですよ自分の給料は自分で稼いだ上に会社に利益を献上してそれでいて会社を儲けさせてるんだからちょっと話を聞いてもらえませんかっていうふうな、まあ、業務改善提案書書面を書いて対抗することじゃないかなと思います証拠の残る形でね その業務改善提案書をまあ万蔵にかけないうちはまあああだこうだとまあ文句を言う立場にはないのかなと思った方がまあ組織の中で動くには重用されるってことかなと思いますあなたはどういうふうに思っているでしょうかはいじゃあいってらっしゃい